こんにちは、陽子です。あ、こんにちは誰ですかっていう感じですけど、今日ちょっと所変わって、これはどこでしょうか。県庁前のなんか公園です。はい、亀山城湖のあるところです。はい、なんか可愛いワンちゃんとか通ってるんですが、自己紹介をお願いします。あ、ゆくあし会議の小坪と申しますはい、なぜ小坪さんかというと、小坪さんはですね、慰安婦パネル展で昨年出会ったんですけれども、はい、まあ、台湾もご一緒させていただいて来ました。はい、で最近はですね、産経新聞とか朝日新聞までにもですね、小坪さんの名前が載っているんですけれども、まあなぜかというと共産党相手になんか戦われているそうで、なんか戦ってみました、ね、一市議なのになぜでしょうかというところで、まあ、何を今やっておられるのかという、ちょっと赤旗撲滅作戦ならぬ、そういうものですか、そういった名前のものをなんか聞きましたけれども。そうです、うん、赤旗撲滅大作戦それはどういったものなのかをちょっとお伺いしたいなと思って、ですね、もう概要から話しますと、議員がですね、まあ公務員に赤旗を取れと、うん、まあ、勧誘ですけど取ってくださいよと、うんうん、そういう動きをしているとどうなのかなと思いましたという話でございます。押し売りみたい な, なんか強制的に、これね、やっぱ強制になると思いますよ。僕すみません、いきなりちゃらけた感じで入りましたけど、はい、まあ、気温チャラチャラしてますけど、ここ大事だと思ってて、うん、いきなり硬い話ですけど、はい、二元代表制というのがあるんです、うん、で市長を直接選挙で選ぶから、うん、市長を直下にしたその公務員のピラミッドがあって、うん、はい、これを監査するちょっとお前ダメだよっていうのが議会ってものがあって、うんうんうん、この市長側の一つのピラミッドと議会側のピラミッドがあって、うん、公務員から見ると議員って部長より偉いんですよ、うん、だからもしも、うん、その横ちゃんと職場に部長で偉い人が来て、はい、ちょっとこれ買ってほしいのよ、うん、ずっと言われたら断りにくいじゃないですか。かなり激しい売り方をしている例もあって、はい、それはやっぱ良くないでしょう、うんうんうん、パワハラですよ、うんうんうん、なるほど。そういうわけで、まあ、そう買わされるというか自然に買っちゃうパターンがよくあるということですね。そうです、はい、でそれを問題視して、陳情書というんですか、はい、あれを送って、でそれが産経新聞などに取り上げられて、こう問題がこう動いていたっていう。まず議会の中で一般質問というのがございます。正しくは一般事務に関する質問と、はい、その中で今言った共産党による、うん、まあ、議員の立場を利用したその販売行為に問題があるんじゃないかという問題や、うん、あとはその庁舎内で勧誘している問題、また職場内ですね、はい、公共施設の中でその政党機関紙を配布する行為はどうなんだと、うん、そうですよね、うん、政党機関紙は私玉上さんを都知事選では応援して、うん、応援率まで行ったんですけど、でもですね、うん、赤旗には都民の願い宇都宮さんにバーンって書いてあるわけですよ、はいはいはい、これ候補者の名前と、うん、候補者名があったら選挙理由と変わらないじゃないですか、うん、そうですよね、これがね、行橋市役所の中に僕玉上さんの応援者帰ってきたらなんかね、市役所中に宇都宮って書いてあるんですよ、やめたらしくいや、これはいかんだろうと、玉上支援者もおんねんぞと、ね、公共施設で選挙理由配っちゃダメじゃないですか、はい、って問題とかをですね、まず一般質問で取り上げました、うん、これが昨年の12月です、うん、まずこれが初報で、うん、産経新聞に取り上げていただきまして、うん、その後に聞いたらですね、うん、聞いてくださいよ、陽子ちゃん、はい、どうしました奥さん。もうですね、これうちの行く足だけかと思ったら、うん、よそでもやってるんですって。あらどうしましょうでも分かんないじゃないですか、分かんない、あ、隠されたところですからね。そう、うん、僕行く足市議会議員だから、うん、行く足のことしか分かんないんですよ、うん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 、隣の神田町や宮古町やどうかなとか、うん、しかも行ったことないような遠くの町だってあるわけですよ、うん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 、やっぱ気になるじゃないですか、はい、どうなんだろうと。そうですね、うちはうまくやってるのかどうなのかっていうのも、もしかしたら行く足だけが変わってるのかもしれないし、うん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 、だからちょっと教えてくれませんかって言って、はい、うんうん、お宅の自治体では、うん、共産党の市議は赤旗売ってませんかって言って、うんうんうん、売っとったらやっぱ僕は問題だと思うの で、うん、調査をしていただいて、はい、問題があったら直してくれませんかって、まあ、うん、行政的なお手紙を書いたんですよね、うんうん、まあ、議会に諮るから陳情書ですけど、はい、全国にはこう1741自治体あるんですよ、うん、と47都道府県議会の全ての県議会に、はい、全てに送っちゃった、うん、いやーそしたらニュースになった。そうなりますよねそれで市議さんですけれども、まあ、全国的に知られていったという感じですね、うん、
最近はなんかすごくあの支持もありますからね。でもそうやってこう派手に出しちゃったもんだから、はい、まあ、私とかが旗から見ているとこう、まあ、相手が相手だけに共産党という相手を、ね、敵に回してしまうとこう身の危険などもあるように思うんですけれども、その辺はもうデンジャーですよ。危ない危ない全然良くない危ないでも危ないなんかその辺の、はい、なんか意気込みじゃないですけど、はい、どうなんでしょう。実際危ないですけれども、それでも頑張りたいというか、あんま考えてない分かれてね、いやもうねちょっと、まあ、名前出しますけど、うん、行足のね共産党主義ね、うん、徳永勝子ってやつがいるんですよ。徳永勝子かっこ、うん、行足共産党主義なんですけど、はい、僕ね、うん、だいぶいじめられたんですよ。カチンときてもうこれやるしかないと、共産党いじめるんですか、うん、ひどいんですよ。僕1年半我慢して、うん、先輩議員耐えてた耐えた、うん、だからもう先輩議員からもこらえとけと、うん、まあ、そのうちやむからって言ってでも1年半待ったけど、うん、全然いいことがないと、うん、でもうね引いてダメやら押してみようみたいな、うん、はい、そう、もう強行的な、それでもう行くしかないなと、はい、だからいつでも戦えたんですけど、うん、ちょっとちゃんと偉いから待ったんですね。待ったいい子だからね。だから俺むしろねあの憲法9条守ってる、うんうんうん、選手防衛、うん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 、あれは打たないって意味じゃなくて打たれてちょっと考えて打ち返すだから、ね、俺は1年半耐えてそれから打ち返した、うん、なるほど。でやつがひどかったから少なくとも1年半は共産党をガチャガチャにしてやろうと思って、はい、危ないか危なくないかなんてもうこの際どうでもいいみたいな。なるほどですね。絶対やってやると、うん、ただまあ、チャラチャラしてますけどステップは踏んでて、うんうんうん、もともとですね、まあ、はっきり言ってしまいますけど赤旗撲滅作戦っていうふうに、まあ、面白い名前で言ってますが、うん、結構しっかり考えてるんですよ、うんうん、なんか去年の12月に一般質問をかけて記事になった時から、うん、一つのストーリーっていうかシナリオになってて、うん、覚えてる範囲の時系列ですけど12月に一般質問記事になる、うん、これをもって実は一番最初にもう国会に持ち込んでるんですよ、うんうん、国会議員向けの陳情書にして2月ぐらいかな、うん、30名近い自民党系の国会議員に最初にばらまいて、はい、一部の先生とはもう直接お話をさせていただいて、うん、でかなりの下話を詰めた後に、うん、それからなんですよね、うん、スタートしているのが、うん、でいろんな根回しとか正直新聞社や、うん、で他の政治団体に話を通し終わった後に、うん、やっとゴールデンウィークの5月ぐらいに陳情書を発送するわけですね、うん、だからこの時点でもう護衛とか警察とか公安関係者、うん、しっかり話を通してやってるんで共産党の動きはのろいんですよ。やつらはね意外にね、そう、先手打ってる全然ダメで、うん、で共産党の党本部がこんなんあったら大変やったことで通達を出したのが6月ぐらいですかね、うんうん、だから共産党の方が後手に回ってる、うん、じゃあこちらのペースで物事が動いているという、うん、動いてるの感じですね。自民党だと県連って言いますけど、はい、共産党の場合は県委員会って言うんですね、うん、でこれらの私に同調した動きとかに対して、うん、共産党の県委員会の長とかが声明を出したりとかして、はい、ただもうこっちがしっかりと準備をしている段階で動いているもんですから情報が筒抜けなんですよね。でその後に自民党から通達が出て、うんうんうん、各県の県連幹事長にまあ送られると、うん、これがちょうど9月議会の前ぐらいですかね、うん、だからちょうど前後してまだ影響が出なかったんですけど、はい、12月議会ぐらいはさらに赤旗に関する一般質問す、うんねうん、する市議さんも増えると思いますし、ちょっと楽しみですね。楽しみ、うん、まあまあ、楽しみというとそうなんかどこかの党がこう崩れるのが楽しみというとなんかあれなんですけど、でも崩れていいと思います私も共産党は個人的には、はい、うん、あってはならない党だと思っている立場なのでいいんですが、ただ、はい、共産党の面白いご指摘を以前されてたのが言葉悪いですけれども、はい、資本主義の豚という例えをそうなんですよ言ってよろしいですか。これはもういいですよ、はい、資本主義の赤い豚ですよ、うん、はい、もうね共産主義なのに資本主義ね、赤旗を打っているところからしてっていう感じですか。これね、もうやりようがないんですよ、うん、今からちょっとすごいこと言いますよ、うん、赤旗撲滅大作戦の本当の意図と狙いですね、うん、これは聞きたいですか、うん、聞きたいこれですね、高能談話の検証、うん、および憲法の解釈変更、うん、これに際して共産党がバンバンやるわけですよ、うん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 、あれ実は結構きついんです。ネットが何と言おうときつい、うん、特定秘密法案の時に本当にね、うん、何やったかな2万人ちょっと集めて大規模デモやっとる、う
だから、うん、左寄りのメディアの第一面を飾って、うん、こんなに多くの国民が来ましたよとやるわけですよ、うん、デモの動員を思いっきり集めると正直きつかった、うん、だから僕は法の談話と憲法の解釈変更があるタイミングに、うん、動員をできないように、うん、この2万人の内訳はほとんど共産党市議がやってるんですよね、1人5、6人とか7、8人とか、まあ、主に関東圏ですけど、はいはいはい、いっぱいいっぱいにさせてやろうと、うん、そしたら中央議会って、うん、あいつは少数なんですよ、うんうんうん、そこで議会工作せにはいかんってことも、ね、状況しどころじゃないんですよ、結構みんな暇じゃないんですよね、まあ、いい大人は30日しかないでしょ、うんうんうん、自由な 4、5 日じゃないですか、うん、だからね、ちょっと赤旗の件で小粒がうるさいから会議せないかんとかなったらもうね、うん、東京とか行きどころないの、そうか、だからね、うん、ここだけの話ですよ、はいはい、もうね、動員がね、成功者の中2000人か3000人だけで、うん、憲法の方がね、うんうん、大事なはずですよ、あの特定秘密保護法案よりも、ね、あれは2万人なの、憲法で2、3000人なんですって、うん、これね、うん、憲法よりも、ね、赤旗の部数っていうか、ね、売り上げの方が大事だった、うん、あ、そういう、これね、これでね、うん、もうね、こいつは資本家の豚じゃないのかなもうね、憲法イデオロギーはね、うん、赤旗の部数が一番大事なんだ、なるほど、だからね、資本家の豚って思ったそれで豚なんですね、そう、うん、見事そういう意味で拡乱工作としては成功しましたと、うんうん、狙いは憲法の解釈変更を粛々と行うこと、法の談話の検証を無事に終わらせること、うん、そのためだったら、まあ、なんかちょっと格好つければ、うん、所詮市議1議席じゃないですか、まあ、死んでもって言ったらあるんですけど、うんはい、まあ、お天道様があって、国がおって、天皇陛下おって、うん、みんなおって、総理大臣おって、うん、もう市議1議席とかもういっぱいおるから、まあいいかなっていうところがあって、うんうん、共産党相手に一市議さんがこう立ち向かうっていうのはやはりこうアンバランスさというか、うん、まあ、なんでしょう、無謀なところをどこか覚えるんですけれども、うんうん、なんか現在こう戦略といいますか、はい、どのような感じですか今、まあ、ご戦略とその進行状況といいますか、はい、うん、まだ自民党の県連からの動きは弱いので、うん、あの自民党系の市議さんを軸にその何ですか、一般質問と議会でさらに締め上げていきます。で合わせてあの陳情書ですね、まだ止まったり不採択に終わったところがあるんですが、さまざまな動きが出てきます、うん、またあの赤旗撲滅作戦っていう風に名前につられてね、うん、みんな勘違いしてるんですよ、あれ嘘ですからね、うん、赤旗撲滅やって言ってて、うんうん、撲滅されるのは赤旗じゃないんです、あのね、これね言っていいんですか、もう言っていい、もう言っていい、言っていい、もう完全に出遅れてるから、うんうん、どうやって戦うのって話だから、うんうん、そうですね、赤旗を主たる攻撃目標だって思った時点で勝ちですよ、うんうんうん、なるほどなるほど、相手がそう思ったらってことですね、そう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 、あの、うん、何かっていうと、まあ、第一次の目的がその憲法の解釈変更だったり、うん、法の談話の検証に際し、うん、まあ、適正力とはっきり言いますが、うん、の撹乱ですね、動員妨害にありました、うん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 、で第二次なんですよ今は、うん、共産党の議席を減らそうと、うん、削り取れと、お、あのね、面白いですね戦い方が、もうね、来たる来年4月、うん、統一地方選挙ですよ、あ、そんな先を見ていた、ね、いやもうね12月に一般質問したとき、自民党に話を持ってったとき、うん、去年の2月ですよね、うん、もう全部ね、正直ね、第1と第2次分かれてる、第1次が憲法解釈の側面支援で動員妨害をかけ、うん、第2次はね、うん、共産党の議席を削ることなの、やり方はね、シンプル、何かというと、選挙に合わせて、うん、皆さん、うん、共産党さんって市役所で立場に物言わせて、パワハラのように赤旗売ってるんですってと、あら、日刊誌とね、うん、日曜版合わせると年額5万もするんですよ、うん、はい、これ高いですよ、うん、公務員の給料高いというけど、もしかしたら赤旗買うのにもいっぱいいっぱいなんかもしれんね、大事なお給料から、 それをね、市民に言うとね、うん、あの人たちはうちはもうね、うん、政党助成金もらってないんですとかね、うんうんうん、もういい具合に言っとるから、うん、ブランドが壊れたらね、うんうん、選挙ならんのですよ、そうですよね、もう本当そうやって口でうまいこと言っておきながらちゃっかり資金をもらっていたという、そう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 、しかも公務員いじめとって、これパワハラでいじめやんと、そうですよね、まあ、僕は言ってるんじゃないですよ、うん、っていうふうに有権者が思うと票が伸びんので、うん、共産党員があんなに人数いるわけじゃなくて、うん、もう戦争は良くないですとか涙ながらに綺麗な側面を見せて、うん、釣られて入れる票が大体5倍から6倍いる、うん、F 票って言うんですけど、はい、この F 票がね削れたら、うん、あの党成り立たない、うん、
あの共産党がこういう動きに出てるって話を選挙前に徹底的に言えば、正直選挙に影響が出ます。で、私は共産党の議席を減らすために第2次は組んでいます。赤旗撲滅作戦って書いてますけど、正味赤旗がどうなろう、そういうところ、まあ、当然ね、目的に入ってますよ、タイトルに入ってるぐらいなんで、本当のね、第1次の攻撃目標はあなたの議席ですよ。ちょっと話は変わるんですけ ど小坪さん最近なんかブログをたくさん更新されてて、その件をちょっと皆さんにあの宣伝をと思ってですね、本当ですね、はい、皆さんちょっとよろしくお願いします、うん、あのですね、あの政治ブログランキングに登録しました。あの三橋貴明さんがね1位でね、あの根津さんがだいたい5位とか8位とかね、いるようなブログでですね、私今ですね、ちょっと昨日見ましたら、なんとね17位だと、本当ですか、すごい、ちょっとねびっくりしました。でもね、書いてる内容はね大したことないんですよ。いやでも結構あの雪印の件ですとか吉田誠二の灰塗りの件とか、ね、いいねがね、4500ぐらいついてびっくりしたんですよ、びっくりしましたね。でもね、もうね、上も下もやっぱり作家さんだから、もうなかなかね、なんかね、見比べたらね、確実に僕の劣るんですよ。で、劣ることはもうよく自分でも存じてるんですが、ちょっともうこのランキングのボタンを押してほしいわけですよ、これがいいですね。最初だって100何位かでしたっけ、あれね、初めて1ヶ月で17位あ、本当ですか、すごい。前からブログ持ってたけど月に1回ぐらい更新してなくて、ランキングに登録してまともに更新し始めて1ヶ月でここまで来た。もうすごい、もう皆さんのおかげですよ。なんかね、Facebook で皆さんがシェアしてくださるからこうなっているので、本当にそう、あのこれすごく大事で、あの上位、特に20位以内っていうのはスマートフォンの1ページ目に来ますし、上位を維持することによって共産党へのプレッシャーに一つなります、で合わせて2点目はですね、これあの身分の保障というか身の安全を担保する目的があります。あの結構上の方にいれば、その撃ちにくい攻撃しにくいという部分があるので、蚊が多いんです。耐えてるんですよ、かゆみに。そうカメラ撮ってる人も今すごく耐えてる、もうすごい苦しそう、手に止まってます、息止まってますけど、はい、そう、あのまあ、僕らは今蚊からもねちょっと防衛を頑張ってますけど、頑張ってます。あのブログランキング押してもらうと私ちょっと安全になりますみたいな、よろしくお願いします、はい、皆さんでぜひ応援しましょうということで、まあ、蚊もちょっと増えてきましたので、はい、あ、もう一個いい、はい、もう一個いい、最後に、はい、最後にこれがね、悪魔の作戦だと思ってるんですけど、悪魔の作戦、共産党はさっき資本家の豚って僕笑ったでしょ、資本家の豚ですよ。なんでかっていうと、引きようがないんです、赤旗の日刊紙ですね、これもしも市役所の庁舎内で販売ができないと、下手すれば廃刊になります、赤旗の日刊紙がですね、あの何倍やったかな、2011年度で24万部ぐらいだったんですよね、でこの24万、まあ、多分これずっと減り続けてるし、値段高いんですよね、でどん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 人が解約していってるので、今、まあ、仮置きで20万部としましょう、20万部って聞いて、あの、まあ、大きい部数だからふーんと思う方いっぱいおると思いますけど、そこから遡ってほしいんです、さっき僕が送った自治体の数言いましたよね、1741自治体プラス47都道県、まあ、約1800個の、まあ、議会というか市役所、まあ、県の県庁舎があるわけですよね、1800の自治体に、1800の市役所に、まあ、10部ずつあったら、まあ、約2万部ですよ、約10部売っとるだけで1割に相当するわけですね、なるほど、多分ですね、下手すらこれ 2,3 割あるわけですよ、すでに赤字なんですよ、そうか、で印刷費とか郵送費とか、そうです、ね、まあ、記者の分とか固定費して変わらないんですよ、そこからですね、あの利益の3分の1じゃないですよ、20万部のうちの、まあ、10部として1万8000、20部ずつとして3万6000、20万部の3万6000でしたらね、これね、もうね、潰れますよ、わあ、これ選挙とか攻撃を受け取ると、でレッテル割りされると危ないと思っても、共産党は公務員に赤旗を売らないとすでに成り立たないんですよ、そうですよね、そうなると本当に党の命がそう、っていうところに行きますか、ま、ね、赤旗が何かっていうと、まあ、共産党にとって命ですよ、なんか共産主義革命みたいなのをなんかソビエトとかわーってやってた時から、労働者階級に紙で一生懸命教えるっていうのが、もう彼らのやり方で、もうこれはもう彼らの中でも聖書みたいなもんなんですよね、赤旗がなくなるってことはもう共産党じゃなくなるってことで、なるほど、もう自民党にとってはそのなんだ党の綱領みたいな
もう扱いっていうか、うん、赤旗あっての共産党なんですよね、うん、あんな赤字部門をなくしちゃえば共産党もっと楽になるんですけど、うん、なくせないのが実態なんです、うん、なるほどですね。日刊紙はですね、はい、なくなるとですね、はい、もう本当に党の統制効かないんですよ。もうじいちゃんばあちゃんばっかりなんで、うん、あの E メールとかやり取りしてないし、あそうか、うんうん、日刊紙の中にここでは何々がありますよみたいなところがあるから、うん、もうネット保守におけるね、うん、Facebook と Twitter と2チャンネル全てを兼ねるのが赤旗日刊紙で、うん、ここに、うんうん、そうか、うんうん、活動報告持っとるんですよ。ん、活動報告、活動報告、うん、あこれ日曜版にはないの。ほう、オスプレイ反対集会で500人集めましたとか、うんうんうん、乗るのがね、そうか、なくなっちゃうとすごい名誉なことなの、うん、もう僕らがニコニコ動画とかなんとかチャンネルとかに出るようなもんでね、うん、チャンネル差ぐらいに出ましたぐらいの勢いでなるほどですね、その活動報告が乗るとそう、うん、もうね切り抜きにしてもうね家宝にするぐらい嬉しいわけですよ。これでねモチベーション維持してる。あ、それがなくなるとまたその彼らの士気も下がっていくような。もうね反対集会する意味ないんじゃない。うち行く足だと何人集めたんですよってもう、うん、嘘でもいいからねアピりたいわけですよ、うんうん、そのためにやってるので、うん、この媒体自体がなくなったら、うん、多分もうやらないと思う。そうですね、じゃあそういった意味でも本当に配管へ向けての、まあ、朝日に負けじと赤旗もちゃんとその方にこれね配管ねするかせんかの瀬戸際のところであいつらまだ売り寄るでっていう風にねいじめ続けるのが一番効くと思う。あ、なるほどですね。生かさず殺さずまだ売り続けてますと、うん、どういうことですかと、うん、そうですね、共産党は正義の政党じゃないんですかと、うん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 、僕は殺さない程度にずっと言い続けますね、うん、あ、なるほど、うん、議席がいっぱい削、うん、削れればね、うんうんうん、そうですね。じゃあ今後は本当に共産党がどのようなやり方を取っているかというのをちゃんとみんなで観察して、うん、そして小坪さんを応援しつつ、うん、頑張っていくという の、はい、ということで、じゃあ、はい、今後楽しみですね。12月から、はい、選挙から、はい、そうです。12月からもういろいろ仕掛けますので、はい、共産党の皆さん見てますか？徳永和子さんが全部悪いです。そうですね、掘ったんですからね。そうです、我慢してたのに、はい、うんうん、そう、いじめはダメですよ、共産党さん。そう、いじめはダメですよ、うん、こんなことになりますよ、うん、私こんな動画作って私の身に何かあったら共産党疑ってください。あ、そうです。あ、でもね、あの公安警察とか公安調査局も徹底的に打ってるんで身動きしたら全部ギストに入れてね、あの、うん、戸締まりさんがおったよ、はい、何やったかな、あの渡辺さん、渡辺さん、あの今ちょうど審議されてるけど、あの、はい、国際なんとかテロの取り締まりの金融の取り締まりの法案、うん、あれのね名簿にね、うん、小坪信也と揉めたら全部名簿に載ってるって噂があるんですよ。へー、台湾でね、うん、はい、みんなで行った時に渡辺さんもおってそんな話しよったんですよ、はい、あ、そうなんですね、ユウもいたんですよ、その前に。ミーはちょっとホテルで一人でいたみたいな。そう、そうや、そうやったの、なんか具合悪かったね、そうです、はい、なのでね、なんかね、陽子ちゃんとか僕の周りもね、あんまりね、左ですってうろうろしない方が安全だと思います、うん、僕もね、事実かどうかは知りませんけどね、なんか危ないっぽいリストに乗ってしまって大変なことになる。まあその法案はね、まあ、自分で調べられたらいいんじゃないかなと思うんですけど、タイミングがね、はい、うん、えらいリンクしてますからね。そうですよね、不思議ですよね。はい、そうですね、あの本当どうもありがとうございました。貴重な ね、はい、お話聞けました。皆さんも本当に応援してくださいということで、この辺でじゃあ締めましょうか、はい、そうですね、はい、はい、では締めよぎ、いやさか、はい、ありがとうございました。